ちんさん、ゆうちゃん、ハッピーバースデー。元気ですか？あやねです。今日はせっかくなので、私の住んでる大都会、小野市をお見せしたかったんですけど、雨なので、車の中からです。こんな素敵な小野市に来たいときは、いつでも言ってください。案内します。ということで、今日はそちらで素敵なパーティーがあるということで参加できなくてすごい残念なんですけど、何歳になっても、やんちゃなしんさんと、いつまでも可愛らしいゆうちゃんでいてください。また日本で会えるの楽しみにしてます。では、アニョー。